めないのが彼ですね。ああ水野ね。水野健太ね。水野君的にはその嫌いなの？嫌いです。嫌い、どんぶり飯が全般的に全般的に嫌いです。え、なんで嫌いなのよ。まず大前提に僕は白いご飯がすごい好きで、うん、白いご飯が食べたいのに単体で。そうです。米として食べる。米として。白米が好き。白米が好きなんだね。だからそ の上乗せたものの、うん、あの汁とかで白米そのもののものが味わえなくなる。そうです。いやでもそこがまたうまいね、杉谷君ね。ですよね。どんぶり飯の醍醐味って言ったら一緒にね、かき込めるっていうのが、ね、米とおかずをね、うん、必ずそれを食べなきゃいけない時はどうしてたの？あったんですけど、うん、あの上の具だけ、うん、まあ、先に全部食べちゃって、はあ、あと白いご飯、まあ、僕からしたらちょっと汚いご飯が残ってるの。汚れちまった。真っ白じゃないもんね。真っ白じゃない。味がついちゃってるもんね。それを、うん、まあ、ちょっともうちょっといやいやというか、うん、まあ、あるし残すことは好きじゃないから、でも一緒に食べるのはもう絶対やめようと思って、もうその場での最善策を常に考えて。ああ、なるほどね。カレーはどうすんの？カレーは、うん、あ、これはやばいよね。カレーはだってもう、うん、カレーは単品でなかなかいかないでしょ。これは厳しいぞ、水野どうするの？カレーだけちょっと、うん、あのまた食べれるっていう僕それが一番腹立つ